か、続きから。何をする？これなんだっけ？これよく分かってないんだけど、これまあいいや、行こうか。ここに行こうか。何しに来たんだっけ？素材か、素材、なんか素材が欲しいんだ。カクカクするな、なんだろう。ドライバー更新したんだけど、ビデオドライバー更新、なんか光ってるんか。更新したのまずかったかな。カクカクする。うわ、すごいカクカクしてる。なんなこれ。なんかまあ大丈夫か、出て大丈夫か。のより天然素材が欲しい。天然素材、木にくっついてるやつとか、あの花びらっぽいやつとか。あ、車はダメージ受けてる。何もないんかい。まずい。こいつめ。やっぱ時々絵が止まるんだけど、なんだろう。あ、もう勘弁して。あ、違う。入らん。で、素材を探した方がいいんだけど、この辺の広いところで素材探すとか。ただこれなんだっけ。これ行かなくてもいいんだっけ。別にこのまま行くか。こっちの方に物あるかな。山道を走ろうか。どっち？左に道路がある。
ぱりカクカクするドライバー戻した方がいいのかな。ここを通るとまずいぞ。でもなんかまずそうだな。素材探すんだから、ちょっと待って、素材探す、これか、違う、これじゃない、 A ボタン、 A ボタン、ちょっとアイコンのね絵が分かんないんだけど、車ばっかりか、なんかないんかな。なさそうだね。あれ飛んでる。ここまで来たか。嵐が来てる。道沿いに行って、この広いところまで、ここまで、一旦ここまで行けばいいか。素材ないのかな。これなんかあるっぽいぞ。なんだ。これ何。エンジン切っちゃった。なに、ハンディバキュームで何を吸い込んだ。あ、キャンディーだ、これだ、これが欲しかったやつだ。吸い込め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 、これが欲しかった。ガンガン吸い込め吸い込め。全部あ、なんでもなかった。戻れ戻れ戻れ、あー飛ばされた、戻れ戻れ、こっちじゃない。動けない。動いてるのに、これ見えてる。24個、たった24個。なんじゃ、なんか資源探す、なんかいっぱいあるんじゃない。ここ火のマークついてるけど、77
するあなた。なんだっけ、ハンマーだっけ。やった。早く取って。うまく取れないね。体が動いてるとね、拾えないんだ。体にブレがあると、ね、取れないんだ。目の光ってんの何でもないの。あ、舐めちゃった。何してんだ。その広いとこ探した方がいいんじゃないかな。今ここ見たよね。じゃあちょっと待って、下降りよう。この辺まで降りよう。また考えよう。こっちに行けばいいんだっけ。ちまっすぐ。あ、ここになんかある。
ちなみにもう一個あったもん。臭くて見えないんだよ。車ばっかりだな。あ、火のマークのやつがある。ちょっと中入ったってことかな。ちょっとどこか分かんなかったな。ここにあるぞ、なんかここ坂でやると、ね、転がれ落ちていくんじゃないかな。ほら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 、取れない。止まった。録画がうまくいってないな。何が見たかったって言ってやっぱ電気ないんだよ。死んじゃう。ちょっとこれ、はい、ダメージ受けてる。
ちゃダメージ受けてる、どうしよう。点ついてるパーツが多いな。まずいぞ。ガソリンある。道中だよな、ガソリンもうないんだけど、どうしよう。ガソリンどうしよう、どうしよう。ガソリン、どっかで集めながら走る。ガソリンなんてあるか。また嵐来るぞ、ちょっと。今、道中なんだっけ。違うわ。帰ろうと思えば帰れるけど、帰ろうと思えば帰れるけど、どうする？うん。次もっと大変じゃないかな。抜けてる。この辺探索して逃げるか。適当に探索して。エンジンに何か印ついてるんだけど、整備キット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 、ちょっと俺割り当てできてないよな。なんで？あ、持ってるわ。もう分かりにくい。状況が分からん。なんか良くないな。嵐来るよ。早くしてくれ。ある電気
飛んできたな。行くんならこっちやと。あ、向こうにあるキャンディーある、キャンディない、こんだけ。もうないの？もうないの？ちょっとついてるぞ、これ。もうないわ、そんなもんか。ガソリンどうしよう、もうないんじゃないかな。ガソリンどうしよう、どうしよう、考えないと。次行くとこにガソリンスタンドなかったら終わっちゃうんじゃないかな。なんか押しちゃった。ちょっと待って、電気言ってるけど、もういいわ。次行くかどうするかの判断ができない。ガソリンスタンドマークもある。次行くか。右向いて行ってくれ。違う、もう焦ってるわ。どこよ、右向いていくって。違う、向きになってる。ああ、もう登れてない。道路もうちょっと向こうだ。頑張れ。あ、素材がある。効率よく取る方法ないのかな。焦ってしまうと取れないんだけどうまく。ちょっとやばいって感じ。やばい感じ。早くしろ。ああ、もう取れない。早くしろ。もうない。素材がいっぱいあるんじゃないか、もしかして。すごいんじゃないか。もうないよ。
美味しい場所だな。キャンディいっぱいもらった。かな。ガソリンスタンドに行くもう忘れないよ。この環境厳しいんだろうな。直してから、車直して。もう脱出できるような感じにしとかないと。ラジオいらない。車の状態、ボンネットとドア、そうでもなかったか、そんなでもなかったか。ちょっとまた電気か。電気もやばいな。ガソリンもないし電気もないし、これ一発で手に持てないんだっけ。なんか Y ボタンだと思ってたんだけど、なんかよくわからんな。充電ツールって作れる。ガソリンがまた減ってるな。ガソリン切れとかやめてよね。ガソリンスタンド本当にあるの？充電スタンドやんけ。充電スタンドじゃダメなんだな。ここまで行って、いやもう帰るか。もう一旦帰るか。素材探せるような感じじゃないよね、この感じだと。帰れなくなるのでいいよ。こっちに向かって帰ろう。無理をしてはいけない。帰ろう。どうですか。何もない。自動車しかないな、資源。
リバリっていうのはあれ何？ああ、ここでいいんだ。ワイドワイド。帰れた。とりあえずキャンディーなんとか持って帰れたのよかった。Hell of a journey there. Hope you brought back some goodies. キャンディーなんとかもらってきた。ああ、よかった。やっと成果が出た。よかった。Y に装備するって書いてあるよね。装備でうまくできないんだけど、どういうこと？単押しかな、押しすぎなのかな。単押し、単、ちょん、ちょん押しか、ちょん押しなの、ちょん押し、あ、ちょん押しだわ。押しすぎてるんだわ、多分。そういうことだ。ちょん押しな、気をつけようね。これ読むのもめんどくさいんだが、なんとかオリンピア速報、1969年6月27日、オリンピア警察は市の行動をあまりにも奇怪だと述べ、取り調べのため拘束したが、まだ起訴には至っていない。一方、市内では引き続き連邦政府職員とその家族によるデモ活動が行われており、ARDA の継続的なリストラ措置に対し不満をあらわに、あらわっていうのかな、まあ、次、はい、アノマリーレポート7 SRR 議事録3、手についたパーツが多いんだけど、全部作り直しだね。どれだけパーツついてる？あれ、パーツついてるのあんまりなくないな。なんかいっぱいあったような気がしたけど、気のせいか。あ、これパーツだ。ボンネットとドア1枚かな、大丈夫だな。キャンディーなんとか取ってきたから、多分なんかいろいろ作れるようになってるはずなんだけど、ほら、炭素繊維ガラス作れるよ。ちょっと前に進むんじゃないかな。イオンシールドって何かな。爆発物なんてどこにあるの？炭素繊維でも貴重なんだな。簡単に作れないな。
エッグ足りんって足りないって作れない。ランタン作れる。うわー、これも素材使うな。もうちょっと作れないな、作りたくないね。基礎管ロッカー、基礎管ロッカー作って、これ塗料ぶち込むか、塗料邪魔だし、それでもいいな。あ、電気めっちゃ食うな。3キロ LIM って書いてある。そんなに使うのか。これ欲しかったんだ。そうだ、これ欲しかったんだわ。炭素繊維ガラス2、あと8枚作れるかな。これで優先しよう。これトランクが狭くて、ニトロブーストワークベンチ、炭素繊維ガラスあと8枚いる。一応作ってはおこうか。作れるか、あと8枚。あ、作れるね。ツリーキャンティ減ったな、減ったね。じゃあちょっとこれを拡張するってこと？拡張してくれるのかな。これはやらないといけないやつだ。やらないといけないやつだ。はい。あ、なんかいっぱい増えたぞ。これ大丈夫？やっていい？やるよ。え？こういう形で出るの？お？いいかな？お？なんかはみ出してるんですけど、大丈夫か？これどれぐらいはみ出してんの？これ3コマぐらいあるやろ、これ。多分3個もあるぞ、これ。違うかな。ここ4コマ分あるし、見えないんだけど、これなんかグラフィックの設定おかしいのかな。見えないね。これちょっと困るな。まあいっか。これ実際大きさどれぐらいなんだ、これちょっと見てみ。計算しとかないと。トランクのでっかいやつな。9、20、8、ここが2コマってはみ出てるのかな。
12。この下はあるのかな。あ、この下ないのか。ここは抜けてるのか。ここ2個も本当にはみ出してるのか。あ、ここ3コマしかない。あ、それでいいのか。2個はみ出してるのか。3×1、2、3、4、5、6、6、18。上は2コマ1、2、3、4、3、12でいいのか。足し算。171個、171。30増えたのか。違う、30じゃない。めちゃめちゃ増えた。めちゃめちゃ増えたけど、ルーフストレージの代わりになるかどうか。67増えた。67増えたってことは、ルーフストレージ削除できるほど増えてないな。67増えた。だからサイドストレージ1個削除してもいいのかな。サイドストレージは削除しても67増えたから、サイドストレージ2つ削除してもなんとかなるけど、そもそもこれ×ついてんだよな。これ削除しないといけないやつだから、作り直しだから一旦外してみてどうするか考える。これ見えないの困るね。直してくれないかな。グラフィック設定かな。おかしいよね。明らかにはみ出してる。うちの設定の問題じゃないわ。ゲームの作りの問題だ。困りました。だからなんかね、予備パーツで埋めとけばいいんじゃないかな。なんか予備パーツ作って埋めとけば、でっかい予備パーツで埋めとくか。横にしとけば。あれ、なんで置けないの。ん、もしかして右側の形四角くないの。もしかして、あれ、どういうこと。なんで置けないの。ここは置けるんだ。うん、あ、1コマじゃない、1コマはみ出してるだけなのか。ここ、あ、違う、置けない。あれ、置けた。あれ、わかんない。ちょっとどうなってんの。2コマはみ出してるんだと思ってたけど、あれ、ダメになった。さっき置けてたのに。わからんな。どうなった？これ以上いかないんだけど。
じゃあ思ってたより小さいのかな。あれどういう仕様なんだこれ、どうなってんの。あれこれ見た目通りの大きさになっちゃったの。予定より小さくなっちゃったん？もう分からんな。これこうなの？何なの？これ見た目通りの大きさだって思っていいのか？あ、置けなくなっちゃったわ。あれ置ける？ここ2コマはみ出してんの。分かんな。ここは2コマはみ出してんの。あ、置けるな。どういうことなんだ。どうすればいいんだ。ここガソリンは分かりやすいね。これだなと。どうだっけ。あ、まだいっぱいあったわ。一生懸命整理したのに。まだあった。これは普通のバキュームか。ここはないんだよね。なんか変な形だね。こっちを先に使おう。バックパックも大きくなったらいいな。バックパック大きくならんですか。相当条件厳しかったよ。あと2個。あと2個だよ。これも結構たくさん使うな。ツリーキャンディーはもったいない。とりあえずどうする。これはど、資源レーダーはまだいるんで資源集めたいし、これはもうバッテンついてるからもう、ね、ダメなんだ。外すしかないわ。これってな、修理できるのかな。これ修理できる。なんでルーフス、インベントリーの中にインベントリーは入れれませんのパターンかも。壊すかこれしたら。インベントリーの中にインベントリー入れさせているといっぱい出てくる。インベントリーの中にインベントリーを入れれないっていうことはあれだわ、このここにも保存できないってことだわ。
とりあえず作っとこうみたいなことはできないんだ。なるほど。上開いたけどどうしますか。ガソリンタンク、でもガソリンタンクを外に置くのってかなり危険なんだよな。必ず劣化するからな。あれ？両方ガソリンタンクだったの？両方ガソリンタンクにしてあった。あ、いっぱいガソリンタンク乗せてるんだ。そんでもガソリン足らんくなってたんだ。上にガソリンタンク乗っけようか。上に乗っけるもんって何がある。上に乗せれるもの、ここだな。資源でイオンシールド乗せる。アビリティか。アビリティなのか。放射線を向こうか。だから多分、緑色のやつがペチョペチョってついてるあれとかもなんとかならんのかな。あ、緑色のあれ、放射線だっけ。なんだろうな。腐食物質とか、腐食化されるっていうダメージ受けてるのか、放射線なのか、どっちだっけ。LIM シールドは物理攻撃のを防ぐやつだ。イオンシールドは放射線か。これか。75。交差石に2つで50サイド で6全部で65つけてるけど、これなら1個で賄えるのか。つけとこうか。でも攻撃されたらね、壊れるよ。これは何。どこにつけるの、これどこにつけるのか不明だな。漏れ防止メールやと思う。分からんね。アイコン見てもこれどこにつけるタイプか全く分からん。分からないとこはやってみ、あ、セーブしてからやってみればいいのか。セーブしてからやってみる。形がちょっと全然わかんない。どこにつけるのこれ。拡張後部座席タンクが取り付け済みって書いてあるけど、そういうこと？座席につけるのかな。そういうことだよな。後部座席タンクが表示されてるってことは後部座席置き換えか。それとも後部座席タンクにくっつけるのかな。作ってみるか。あ、うわ、キャンディーがなくなっていく。これどこにつけるのかって言ったら多分座席だよね。そうだわ。ちょっと待って、もう乱暴に置くし。
これはサイドのやつ、ちょっと外に出さないで。ああ、取っとった。丁寧に置いてよ。あら。ここにつけるんだ。絶対漏れないって。中に、今まで中に入れておいたやつって漏れたことないよな。いらなかったんじゃないかな。どうなん。容量小さいんだけど。25がどうなん。今まで漏れたことあったか。外付けが漏れたけど、中付けは被害を受けたこと一回もないや。何のためにこれがあるんだ。いらないと思うけど、いるのかな。必要になるときに来るか。わかんない。わかんないな。でも上にガソリンタンクつけたいんだったら、これはね、保存しとこう。1個しか入れてない。ここにまだ入る。え、一箇所に1個か。これもしかして。そうなんだな。でこれ それもう一回電気つける。両側につけようか。安全じゃないか。あ、物入ってんのか。え、こんなに入ってたの。これなんだっけ。予備。あ、いつも手持ちのやつか。これは手持ちのやつだな。で、どういう配置がいいかな。後ろ側に荷物。左右に電気のやつをつけて、したら片側攻撃されても大丈夫とか。サイドにつけれる便利なもの、サイドバッテリー、避雷針。どの程度の発電なんだ。
てか、避雷針ってことは電気を浴びないとダメじゃん。わかんないわ。サイドタンク。サイドのライト。電池つけとこうか、サイド。充電しなくてよかった。大丈夫、いっぱいなんで。割り当ててなかった。でいいのかな。だいたいいいんだろうか。なんかバッテンついてるやつあったな。これ何、これこれか、これとこれか。これって寿命来たらどうなんの。どうなんだ。タイヤが寿命来るとバーストしてたけど、これだってどうなるんだ。ドアとパネルだけど、どうしようかな。どうしよう。なんか入ってなかった。あ、ドア。絶縁パネル？これって修復されてるの？これ多分一回バッテンマークついていたの入れたんじゃなかったっけ？どうなってるかな。あ、バッテンマークついてるわ。ダメだ、劣化したままだ、治ってないわ。劣化はもう治らないのか。どうしよう。こんな置いとく場所ないんだが、入れとこか。ここに入れとこか。ドアもダメか。ドアもダメか。バッテンついたままか。あれか、直らんのか。そうか。いずれバラすしかない。残念。
あとどうする、どうする。これはこれ何なのか気になる。高速道路のジャンクションを迂回させてくれる高度なカーナビってことはちょっと楽できるんじゃない、もしかして。回路基板2枚、あと1枚、回路基板あと1枚。何枚か作っとくか。楽できるのかな。マップの横につけるってことはそういうことだ。うわ、こっちまで来た。うわ、何かこういうのが出てきた。なんだこれ、かっこいいな。もうつながってる。なんて名前の装置だっけ。これか、ジャンクションバイパス。詳細教えてくれないかな。ジャンクションバイパス、どこを見ればいいかわかんないな。設備、設備、あ、あった。細かい話は書いてないな。これって何だったんかな。スピーカーとかオーディオ機器みたいなやつだった。ビーティングハートだからそうなんだ。あれから少なくとも2ヶ月が経ち、チームで最後に生き残った俺は完全に訳が分からなくなっている。今日が何曜日で、自分がどこにいてどこへ向かうべきなのか、どっちが北なのかすら分からない。道路そのものも変化しているように見えるし、政府が設置したバリアは勝手に開いたり閉まったりしている。果たしてここから出られる日は来るのだろうか。何の説明なんのこれ。前回謎の物体にぶっ壊されたバンを魔法のように直してくれた。前回謎の物体にぶっ壊されたバンを魔法のように直してくれた反有機体のガラクタの山のおかげで。反有機体のガラクタの山、これのこと？これ何？そういうものなの？俺は生きながらえている。もう10回以上も感電したり木の中に引きずり込まれたりしているが、こいつらはどんな優秀なメカニックよりも上手に何でも直してくれる。そうして俺はもう一度森の中を走り、次のジャンクションを試すんだ。これがバッグウォッチのチームで最後に生き残ったやつの物語だ。え？昆虫のふざけた番組を取りに来た結果、ここから永遠に出られなくなるとはな。え、ちょっと待て。これ直してくれるの？え、これ、こいつは唯一かわからんけど、直してくれるの？そういうやつ？これどうすんの？車を接触させるとか。
マジか。あ、こういうの読んどかないとダメなの？これ癖があるんじゃないか、もしかして、うん、マジか。後で読んどこうか。オリンピウム、こういうのを見といた方がいいんかな。じゃあ、あの緑色のオーディオみたいなやつって助けてくれるのか。マジか。解決済みってどんなん見れないんだっけ。なんか前クラクションが鳴って困ってたんだけど、ライト、ライトオンオフしてたよね。もう解決済みかもしれない、もしかしたら。あ、点滅かな。全然違ってた。違うんだ。でもそんな感じになってたんだな。可能でしょ。ハンドル、ドライ。あ、電気あるからヒントもらおっか。ヒント。X ボタンなんか欲しい。いっぱいあるんだ。激しく回す。なんだろう。ワイパー。ワイパーかな。ハンドルが取られてる時ってどうなってた。ラジオついてた。ラジオ、ドライト。ラジオはしょっちゅうつくよな。ラジオ、ちょっと惜しかった。ラジオが切り替わる。あ、当たった。儀式と消費します。なんかわかんないけど、まあいいや。一旦セーブしようか。だいたいいいのか。なんとかキャンディー取れたからすごい進んだ感じがする。じゃあ終わるか。あのログ見ようかな。どうしようかな。もう一回終わるか。